お、敵は気づいた。よいしょ。戦え。これ自分にとぐっといた方が面白いかもしれないな。敵じゃなくて。これね。こうエネルギーが発射している時もこれで発射するごとに一個一個減っていくのかな。敵に合わせてこうやってスラスターも向きを変えてったりしてんのかな。おーおーおお。お、やっつけた。順調ですね。序盤。よいしょ。よしよしよし、なんとか順調そうだけど。もう少し強い武器を持っててもいいかもしれないですね。キャノンをやりましょうか。ちなみにキャノンは弾が必要なんですよね。キャノンアモが。だからキャノンアモを搭載しつつ、キャノンを使うと。どうしようかな。ここにできんだ。一個下がってここにしようか。ね。あれ、こっちできないの？あ、こっちか。よし。あれ？電気大丈夫？キャノンの説明だ。弾が必要だよ、と。うん。まさか？これ、これいけないんじゃないの？当選簿なし。こういうことか。こういうことか。うん。こういうことだ。通る道がなかったようですね。よし、キャノン二つ今積んだんだよね。クルーがちょっとまた足りなくなってる？これで足しとこうか。わ、結構足しちゃったな。足した割にクルーがあと4人、4人入るのにお金がないんだ。もったいないってことしたな。余分な道があるよね。余分な道。これ、これ取るとこれはこれでお金なんだよね。そっかそっか。これで？あ、ダメか。クルーは1体1000円なんだ。高いね。よし。まあ、いいか。ちょっとエネルギー不足兼クルー不足かもしれないけど、どうしようかな。どっちから？こっちからやっつけようか。もう、一回一回ね、これ。回転しちゃうから、こっちだね。よいしょ。コントロールタイム。コントロールタイム。あ、これ時間の概念ね。よいしょ。さあ、相手はね、中身がわかんないけど、クルーがいますね。よし。お、これがキャノンか。丸いのがキャノン。もう圧勝ですね。相手の、あれですね、戦艦はエネルギーシールドがない。だから、結構、こっち強い。ああ、でもこっちもそうでもないのか、ほら。結構、パワー不足だね。パワー不足っていうか、人不足なんだな。この、運んでくる、人が少ないな。やっぱり人は重要なんだな。ちなみに、リペア、傷ついた戦艦はリペアするよと。うん。相当こっちもやられたかな。あ、もう相手は武器がないから撃たれるっぱなし。しかも、スラスターもこれしかない。ジェットエンジンも。ここさえ潰しちゃえば、あとはもう。お、ここ行くかな？
ここ行けばもう終わりかな。よし。見えてきた。よしよし。よし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 。強いな。キャノン強いな。よし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 。うわっしゃ、やったー。あ、やばい、来た。やばい、そのまま戦いだ。大丈夫？やばいな、そのまま戦いだ。やっぱり近くに敵がいたから、応戦してきた。援軍ですね。しかも、よりによってこの援軍、強そう。お、でも、あとこの武器だけだ。頑張れ、頑張れ。よいしょ、横、側面攻撃。このね、エネルギーがあるかないかで相当違うんじゃないかな。あー、あれですね。おっと、ちょっと見にくい。完全に、リアクターが、エネルギーの保存がないですね。結構人が重要そうですね、これは。よいしょ。おっと。よし。もうあとはこいつは撃たれるだけかな。よし、そこのエンジンも。やっつけちゃえばもう動けないんじゃないの？ほとんど。まあ、コントロールルームが破壊されたら多分、動けないはずだな。よし。あとは この心臓部だけね。よいしょ。お。FTL ですね。ファーストザンライトですね。このファーストザンライトで、一気にこの惑星から外に、ね、こう、今いた惑星はほんのこれだけだったんですね。これの外にはいっぱいのこの無数の惑星がいるんですけど、これを外に行けると。ですね。うんうん。FTL のこのリアクターを作りなさいってことですね。よいしょ。よし、もうここには自分だけ。相当傷ついたかな。よいしょ。で、今回ので、分かったことは人がやっぱり重要だってことですよね。だから人をマックス投入して。うん。リアクターもね、重要だな。人は重要だし、リアクターも重要か。その前に、外に行かなきゃいけないから、ファーストザンライトですね。ドライブを。設置しましょう。これどこに設置すればいいんだろう。結構重要だからここに設置して、お金戻ってくるかな、人の部分。戻ってくるよな。よし。ここに設置して、そうすると今人が相当減ったから、ここら辺は、こうだよね。細かく、ここに変な空きがあるな。まあ、しょうがないかな。変な不格好な旋回になりましたけど。で、ここちょうど何もないデッドスペースになっちゃってますね。扉も何にもない。あと4000あるんだよね。どうしようかな。4000あったら、狂うかな。やっぱり。リアクターを2機積むか。あ、それいいかもしんないな。リアクターを2機積く、あ、なんで積めない？あ、そっか。これはリアクターだけじゃなくて、下のスペース、この、なんだろう。この通路も作らなきゃいけないんだ。コリダーって言うんですよね。コリダーを作んなきゃいけないのか。これでいいかな。ちょっと不格好だけど。お金ないし。ね。
あとはちょっとこのシールド1枚で大丈夫なのかっていう不安はありますか。では、早速、ファーストアンザンライトですね。やっていきましょうか。これかな？どっち行こうかな？今この惑星ですよね。近くのここにしてみましょうか。強いのかな？行きます。おお、すごいぞ。行け。